全日本ツーリングカー選手権は、1994年から1998年まで日本で開催されていた自動車レースの一カテゴリー。1997年シリーズチャンピオンマシン、カストロルムゲアコード国際自動車連盟による競技車両規定の変更に伴い、1985年よりグループ A 規定の車両で争われた全日本ツーリングカー選手権は、 1994年からの開催に新たな展開を迎えた。すでにヨーロッパ県内ではイギリスツーリングカー選手権に追従する形でクラス2規定を導入し人気を博していたことから FIA はローカルカテゴリーであった BTCC のレギュレーションを1993年に正式に国際レギュレーションとして導入する。さらに北米、南米、 オーストラリアといった国々でもこの規定でレースが開催されていったことからクラス2への移行は国際的な流れであったと言える。1994年から始まった新シリーズの発表会において英国に習った新たな競技略称として JTCC の名が発表され、それまでに行われていたグループ A 規定の JTC と区別して表記されることとなった。また、 初年度は競技名をニューツーリングカーと呼んでいたが、1995年からは GR-ST スーパーツーリングカーに改称している。グループ A 時代のようなエンジン排気量によるクラス区分がなくなり、単一クラスのレースとなる。ベース車両が4輪、4座4度以上の量産車で、2リットル以下の自然吸気エンジンを車体前方に搭載した車両で行う。 駆動方式により最低重量が決められ、レブリミッターの装着によりエンジンの最高回転数を 8500rpm に制限するとイコールコンディション化を図った。これによりサイドバイサイドのレースが展開され、この規定下による最大の見せ場となった。後にウェイトハンデ性なども取り入れるなどして、同一車両チームの独走をなくし、 選手権獲得の行方を面白くする工夫も見られた。また j t c が走行距離300から 800km の耐久レースであったのに対し、走行距離およそ 100km の2ヒート制スプリントレースで行われた。2ヒートのレース間にはインターバルが設けられ、短時間の中で行われるメカニックたちの車両整備も見どころの一つであった。出場車両に FF マシンが多く、 コーナリング中にリアを軽く接触されただけで簡単に、スピンを喫してしまうため、順位変動やアクシデントが日常茶飯事で、ドライバー同士の言い争いや喧嘩が散見された。開催者年度の参戦メーカーはトヨタ、日産、ホンダ、マツダ、BMW、ボックスホール等多数であった。最終戦の富士スピードウェイインターテックでは、ランキングトップのトム・クリステンセン、 2番手のスティーブ・ソッパー、そして3番手の関谷正則の順で、レースが始まったが、第1レースでクリステンセンが入賞圏外に交代すると、ソッパーもリタイヤを起死した。続く、第2レースでは追いすがるソッパーに対し、チームメイトの鈴木アングリの援護もあって、関谷が逆転シリーズチャンピオンを獲得した。チームタイトルは、名門、トヨタチームトムスと BTCC などでも経験が、 豊富な BMW チームシュニッツァーの一騎打ちとなったが、トムスが同士打ちやマシントラブルに見舞われるのに対して、シュニッツァーはソパーをエースに、ヨアヒム・ビンケルホック、レオポルド・プリンツ・フォンバイ・エルンをサポート役に回す徹底したチームプレーが構想し、チームタイトルを獲得した。ホンダカストロール、無限、シビック車両カテゴリーの名称がニューツーリングから、 国際的な名称のスーパーツーリングに変更され、トヨタは主力マシンをコロナからエクシブに変更した。95年のレギュレーション改正ではフロントスポイラー、リアウィングといったエアロパーツに関して元から付いているもの以外に一種類に限り装着が可能となり、車体の空力性能が向上した。また、この年からレースをより接戦にするため、ウェイトハンディキャップ制が導入され、 1> 第1レースの1位に 20kg、2位に 10kg のウェイトが積まれるようになる。最終戦の富士インターテックでは、ランキングトップに前年チャンピオンの関谷正則、2番手がスティーブ・ソパーで、しかも18ポイントもの差があり、関谷には十分余裕がある状態で始まった。しかし、第1レースでは、関谷、トム・クリステンセン、そしてソパーのチームメイト、 ヨアヒム・ビンケル・ホックの3代が共に接触して、リタイアを喫した上、ソパーの優勝で、ポイント差はなくなった。仕切り直しの第2レースでもセキアが6位でレースを終えたのに対して、ソパーは2位でゴールし、逆転シリーズチャンピオンを獲得、前年の雪辱を果たした。チームタイトルも BMW ・チームシュニッツァーが2年連続で獲得して、 ダブルタイトルを得ることとなったが、3年以内にチャンピオンを取ることを目標としていた BMW チームシュニッツァーは、この年限りで撤退した。ホンダジャックスはコード日産、プリメーラユニシアジェックス神のそれまで第一レースの、結果が第二レースのスタートグリッドを決める方式だったが、この年から土曜日の2回の予選が、それぞれ第一レース、第二レースのスタートグリッドを決める方式に、 変更された。この年ホンダはシビックフェリオからより大きい車体のアコードに変更した。またニスさんもプリメイラを P10 型ベースから P11 型ベースへ変更した。96年のレギュレーション改正ではウエイトハンディが1位に 30kg、2位に 20kg、3位に 10kg に変更された。前年チャンピオンの BMW チームシュニッツァーが不在の中、 低い CD 値でストレートの速さが武器のトヨタ X ブに期待が集まっていたが、アコードも同様に空力特性に優れる上、コーナリングスピードの速さも備えており、あらゆるコースで強さを発揮した。しかしシーズンを通して車両レギュレーションの解釈についての問題が絶えず、アコードはサスペンション形状に違反があるとして、第4大会を欠場し車両回収を行った。 チャンピオンの座はそのアコードを狩るハットリナキと中子治むとの間で争われ、さらに最終戦でもホンダの連勝でレースを終えたにもかかわらず、他陣営からアンダーパネルの形状にクレームがつけられハットリ、中子ともに失格の仮裁定を受けた。両チームは裁定を不服として JAF 審査委員会及び中央審査委員会へ提訴を繰り返したものの翌年4月に、 最終決心が言い渡され判定は覆らなかった。しかし、それまでの有効ポイントの貯金からハットリがドライバーチャンピオンを獲得、チームタイトルはトヨタチームトムスが取った。この年で松田が撤退。日産、プリメーラザナビカミのこの頃になると3メーカーの開発競争が激化し、開発資金が高騰。また、日本限定のレギュレーションを作るなどしたため、 海外との交流が難しくなった。トヨタは、エクシブに加えて、FR 社の可能性を探るため、チェーサーを投入した。1997年のレギュレーション改正では、オーバーフェンダーの装着、リアウィングの大型化が認められ、車両の改造自由度が増した。また、ウエイトハンディキャップ性が次の大会以降にも、継続して、ウエイトを搭載する累積方式に変更された。ウエイトは、 最大で 70kg までなので、3連続優勝しても 90kg になることはない。4位以下で次のレースから 10kg 減らされる。前年チャンピオンのハットリが渡米したため、2年連続してチャンピオン不在のシーズンとなった。第1.2戦の富士スピードウェイは、雨と霧により、スタート前に中止されたため、第3.24戦の TI サーキット間が事実上の開幕戦となった。 本田勢は中収むと黒沢拓也、日産は元山明がタイトル争いを展開。最終戦、富士インターテックの第2レースでは、16周目のヘアピン侵入で本山のインをついた中川がブレーキをロックさせ、本山に接触、本山のマシーンは損傷、スピンして順位を落とした。この接触でタイトルの望みが消えた本山は中川に報復するため、 一周のスロー走行の後、18周目の 100R でアウトから来た中子に接触し、中子はコースアウトクラッシュした。その後、本山はピットに戻りレースを終えた。しかし、唯一残った黒沢は不調に終わったため、中子がシリーズチャンピオンとなる。チームタイトルもチーム無限に、はじめかん。この年で日産、ホンダが撤退。 プライベーターとして参戦していたオペル、BMW も撤退した。トヨタアドバンエクシブトヨタアドバンチェイサーシーズン前半にプライベーターチームからインプレスサワゴンが出場してはいたが、実質トヨタのワンメイクレースとなった。当初は全球大会で行われる予定だったが、トカチスピードウェイ、仙台ハイランドでの開催が中止となり、レース距離も従来の約1 0 0トルの2レース以外に、 最長 200km の1レースも行われた。また、第3戦には新たに開催された、サーキット、ツインリンクモテギーの西コースを使った変速オーバルで 100km の1レースが行われたが、これ以来このコースで全日本の格式レースは開催されていない。ウェイトハンディは、累積方式を取りやめて96年レギュレーションに戻している。トヨタのワンベイクながらも、 ワークス勢のチェイサー対、プライベーター勢のエクシブという図式や、グリッド順が、レース結果で、上位階が入れ替わるというリバースグリッド採用などで、見ようによっては面白いシーズンでもあった。チェイサーは、前年よりも、さらなる軽量化、高剛性化などの進化を続けて臨み、ポイントリーダーの関谷正則が会長に勝利を積み重ねて、シリーズチャンピオンとなった。 セキは初年度に加えて最終年度でもチャンピオンとなったことで JTCC ドライバーの代名詞ともなった。チームタイトルもトヨタチームトムスが獲得した。この年を最後に JTCC は消滅し、日本のツーリングカーレースの歴史も終焉を迎えた。そして最終戦の富士では JTC グループ A 時代から13年間続いたインターテックが同時に終了した。 それもスーパー耐久との閉鎖レースとして 100km の1レースのみで行われ、出場者は9台のみと JTCC 及びインターテックのラストレースとしてはこの上なく寂しいものとなった。優勝者はプライベーターとして出場した金石勝とも。1998年限りで JTCC が終了した後の受け皿としてシリーズを運営していた。 日本ツーリングカー選手権協会は1999年より独自のパイプフレームシャシーを用い3リットルの量産 V6 エンジンにツインターボを装着するなどの改造を試搭載したスーパーシルエットによるシリーズの開催を目指し実際に試作者により1998年の最終戦インターテックにおいてデモンストレーションランも行われた 当時参加者の間で問題とされていた 3000P 用の高騰に対し全車共通のパイプフレームの使用やエンジン改造部品、ギアボックスやブレーキ等に共通の公認部品を設定するなどの費用軽減が計画された。しかしすでに全日本 GT 選手権やスーパー耐久など市販車を改造した車両によるレースシリーズが複数存在し自動車メーカーが直接関与することを規制した。 ことなどの理由から参加者が集まらずシリーズ開催は実現せず、X100 系トヨタチェーサーの異常を取り入れた試作車が一台のみ、制作されデモ走行が何度か行われたに止まった。2010年8月2日に、世界ツーリングカー選手権プロモーターは、コンコルドマネジメント社と広告代理店の、アサツーリー系とのパートナーシップにより、2012年に、 新 JTCC の開催を WTCC ホームページにて発表。同年10月26日には発表会が開催され、翌2011年 WTCC 日本ラウンドにて正式に宣言された。WTCC などと同じスーパー2000規定を用いたもので、同シリーズは中国ツーリングカー選手権とパートナーシップを結び、日本語戦、 中国一戦の六戦が開催される計画であった。さらに、将来的には JTCC と CTCC との共同でアジアンツーリングカー選手権の開催も予定された。しかし、その後シリーズに関するアナウンスもシリーズカレンダーも発表されなかったが、2011年3月11日に発生した東日本大震災の影響で2012年の開催を断念し、 一年後の2013年の開催を目指すというコメントが2011年12月22日にコンコルドマネジメント社代表の水野正夫によって発表され同時に2012年はエキシビジョンレースの開催も発表されたしかし2014年現在実現に至っておらず公式のアナウンスもされていない新シリーズ JTGC2012 年からの 開催を正式発表 JTGC12 年の開催を断念13年開催を目標にありがとうございます。